さあ始まりました。本日は父さんがお送りするセブンデイズトゥーデイオブリビオンのお時間がやってまいりました。こんばんは、ふさおでございます。さあということで今日はですねソロなんですけれども、前回生放送をしたんです。でやっぱね、違うサーバーで生放送しないとダメですね。いや、なんでかというとですね、生放送でどんどんグイ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 一人でどんどん進めちゃってですね、生放送をやってるとやっぱ引きがいいのかわかんないんですけど、欲しかったアイテムとか結構見つかっちゃってるんですよ。見つかっちゃってるって言い方がおかしいですね。どうせだったら編集動画でやりたかったところが生放送でどん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 出てきちゃうんで、そのうちの一つがですね、念願の、どれだったっけな、あ、これです。見てください、ホバーデロリアン機、ついに私ですね、デロリアンの鍵をゲットいたしました。乗り物ですよ、あのミライって書いてある乗り物です。あれをゲットしたんですよ。いやもうね、嬉しさあまり。そしてですね、まあ、バットモービルね、これね、前の前の動画でこのバットタンブラーっていうのはですねゲットしてるんですけど、もう一個のバットモービルってこっちですね、これも生放送中にゲットしちゃったんですよ。見た目こっちの方が好きなんですけど、これシュッとした感じがねかっこいいじゃないですか。しかもこれ乗るとちゃんとほら蓋閉まるんすよ、これすごくないですか。蓋って言わないですね、ハッチが閉まるっていうか、うん、だからすごいマシーンなんですけど、まあこれもですね、ゲットして、で性能的にはこのタンブラーの方がいいですね、早いですね。でこの子、いやモービルもいけるか分かんないですけど、タンブラーはですね水陸両用というか水の中もガンガン走っていけるんですよ。でめちゃくちゃ速いっていうっていう感じでございました。で今回はですね、このデロリアンの鍵を手に入れたので、デロリアンの、車自体もうねマップにメモってありますから、どこにあるかこれを取りに行きたいというのと、あとですねこれはまあ生放送しながらですね視聴者さんに教えてもらったんですけども、私ですねただいまどこにいるかというとですね、こちらにいます。ちょっと角度ずれちゃった。どうです、すごないですかこれ。ほれ見てください、これやばいでしょこれ。ここここに大臣じゃないけどね、これ一人いるんだよな、閉じ込めてる状態。これ生放送中に教えてもらって、車屋さんらしいんですよこれ。やばくないですか、車屋さんで。この車屋さん、あー生放送中はねすごいラグくてまともに走れなかったんですけど、カクカクでね、あちゃんといいね、ヌルヌルしてるわ今回は。ほらこれ車売ってんすよこれ、とかすごくないですか。今まで一回も見たことないこの世紀末な感じの車たちが、マッドマックス感半端ない感じをすごくないですか、これ売ってんすよここに。で他の車もここで買えるっぽくて、これディーラーっぽいんですよねこれ、とかそうじゃないですか。でここが車屋さんで、この人に話しかけると、このね乗り物トークンっていうのがまあ必要らしいんですよ、車買うには。ここから書いてるじゃないですか、乗り物トークン25とか、これアパッチもここに売ってるんですよ、75枚必要で。まあ普通の世紀末カーは25枚かなって書いたりするんですけど、でここで車を売ることできるんですよ。例えば、私が持ってるこのローラースルー55ですね、これですね、これを、どうすればいいんだろう、クラフトすればいいのかな、クラフトすると、ああやっぱ1枚できますね、はい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 。こんな感じでこのコインを手に入れていく感じ。トゥクトゥクいっぱいあるんで、これトゥクトゥクはいいんですよね。トゥクトゥクのイエロー2分の2、この辺を集めて、あーこれか、乗り物トークンってやつですね、これですね、これを集めていくことによって最終的には何が欲しいんですかね。私ね、この軍用 APC これ乗りたいんだけど、55枚いるんですよね。でもまあこれ水陸両用の部分で考えていくと、明らかにバットタンブラーの方が速そうなので、まあアパッチかな、貯めていくべきところ。アパッチが75枚分ずつです。これって一番高いかな、ジープより高いですかね、ジープ25ですから。でこの辺のね、あのマッドマックスカーも乗りたいところなんですけど、まあ25枚で結構コストするんですよね。だからまあここかなっていうところ。あとなんかね、他の乗り物も、あーいや売れますね、バイクとか、あーマッスルカーとかも、あー乗り物トーク3枚、1枚で3枚いけるな。あへえ、これワンチャンさ、バット
モービル売れる？バットモービル売れそうじゃないですか。チャベス、トークン40。うわ、マッスルカー4台赤白揃えると40枚になるわ。あー、そういう組み合わせもね。いや、三日月号が25枚売れる。透過効果みたいな感じか。アポカリプス RV。 あー、ホットロッド。え、バットマンカー売れないんですよ。あ、デロリアンも売れるわ、15枚で。あー、ダメですね、バットマンカーは売れないですね。まあとりあえず今回はですね、この車屋さん、まあどっちにしろあれですね、最終的にはアパッチのヘリ欲しいんですけど、デロリアン取りに行きましょう早速。あそこに黄色いトゥクトゥクあるわ。これもうトゥクトゥクが乗り物トークに見えてくるな。だからもう乗り物系もどん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 漁って回収しないとダメですね。これも回収できるんで、トゥクトゥク、よし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 。じゃあ早速、デロリアン回収しに行きたいと思います。よし、このストレートだったら最高速度出せるんじゃないですか。いくぞー。わー、速い速い、この車避けなくちゃいけない。うわー、やばいやばい、ラグ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 、いけー、バットタンブラー。それとですね、ちょっと皆様にお知らせがあってちょっと吹っ飛んじゃったんですけど、ちょっとこの場をお借りいたしまして、あのセブンデイズのお知らせなんですけれども、あの今回ですね、サーバーを用意させていただこうかなと、参加型の。今までね、オープンサーバーって私あの参加する側だったんですよ。で、自分が実際あのサバ缶側になってあの管理したことが今までないので、ちょっと挑戦してみようかなと、思っております。なので、まあ管理するんだったら参加はできないので、まあ参加するなら誰か他の人に管理してもらおうかなとは思ってる。まあそんな感じでちょっとまだ考え中なんですけども、ね、それで、バニラのセブンデイズです。 PVP で、で1ヶ月間のマンスリー、ただ、ワンデスのサーバーにしようかなと思ってますんで、一回死んでしまったら、1ヶ月間もう入れないっていう。てか、まあ、復活できないって仕組みですね、にしようと思ってますんで、もしね、ご興味ある方がいらっしゃれば、まだちょっとテストプレイみたいな感じなんで、クローズドでやろうかなと思ってますんで、概要欄に、応募フォーム書いておきますんで、若干名なんで、30名くらいかな、少しになりますが、募集させていただこうかなと思いますので、ご興味ある方はぜひ応募してみてください。ちょっと応募多数だった場合は抽選になりますが、その辺はご了承ください。皆様よろしくお願いいたします。嘘でしょ、ちょっと待ってさあ燃費悪いんだからこの子、早い割には燃費悪いんですよね。あー、もうガソリンなくないっすか。そんでねえ、ガソリン、ガソ、あー、もうガソリンなくなったし、もう最悪。こっちにガソリン入れたような気がしたんすけど、モービル、あ、モービル入ってますわ。あ、よかったー、あぶねー。タンブラー早いんすけど燃費めっちゃ悪いんすよ。だからちょっともうガソリンなくなっちゃったんで、これモービルの方入れといてよかったですね。こっちでちょっと引き続き向かいましょう。さあ、お待たせいたしました。これね、生放送中にね見つけたんです、この本体と鍵がね。さあ、これです、これです。お待たせ未来。お待たせ未来だよね、ほんと。いやー、これついにゴジラって書いてあって、僕ね、まあいろいろね渋滞してるんですけど、早速回収してみますか。行きましょう、デロリアン。あれ、どこだ入り口。あ、ここか。いでよデロリアン、てっ、でかー。さあ、デロリアンです。皆様どうですか。よしよしよし、来た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 。まずガソリン入れて、では試乗したいと思います。行きましょう。はっ、なんかここ。嘘だろ。前輪はちゃんとタイヤさ、後輪とこっち側はさ下向いたんですけど、ほら、あれ、ほら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 、ちゃんとこのモーションあるのにさ、なんで右後ろのタイヤ1個だけおかしいことになってんの。これもちゃんとさ下向いてよ。これほら、こうなってるじゃないですか。え、場所が悪い。え、なんでこれ、これだけなんかモーションおかしいんですか。ちょっと待てよ、これ場所が、設置の場所が悪かったのかな。これ乗ってどう。あ、いや、惜しい。今乗った瞬間ちょっとさ、ほらな、ちょっと分かります、ちゃんとタイヤが下向くんだよこれ。だけど戻っちゃう。
なんでかな、綺麗に揃わない。まあいいでしょう、とりあえず発進しましょう。え、これ、え、飛べないのこれ。え、飛べる。はぁ、え、飛べるわけじゃないのこれ。ちょっと待った、みんな、あの、私飛べると思ったんですけど、ホバーデロリアン。え、ちょっと待てよ、あの、私飛べると思ってたんですよ。飛べ、微妙に浮いてるだけで。待て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 、これ飛べねえのか。ちょっとこの坂道とか使ってさ、普通飛行機とかだったらスペースボタンで上がるんですけど、ほら、いや、うんなわけよ、うんなわけないよね。確かにホバーしてるよ、ホバーはしてるんだけど、ホバーホバーしてるんだけど、私このまま大空へ飛び立っていこうと思ったんですよ。トゥーントゥルトゥー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 ンが、ここじゃない、ここ、ほら、加速の問題、はい。